ウェイファンのコグと申します。オブで迎えた今日3戦目。今日のスタメですね。12番は関根くんと楠本さん。京都に山本さんで、キャッチャーに戸越さんでした。先発は浜口さん。チーム内容ですが、またしてもロースコアっていうところでしたね。小久さんも粘り、リリーフ時も繋ぎ、なんとか9回3失点でまとめてくれました。打線の方は、イエスではなかなか状態が上がらなかったですね。 一番の関根くんはヒットはなかったものの、2フォアボールで一番の役割を果たしたと思っています。牧くんが2安打、宮崎さんがホームランがありました。ですが、2対3で、えー、負けてしまいました。これでファーストステージ敗退ということになりましたね、うん。惜しかったですね。あと一歩っていうところでした。最終回、いろいろ難しい判断だったと思うプレーも何個かありつつ、最終回まで楽しませてもらえて、やっぱり横もが好きだなと。 思いました。今回、主にスタメンの人たちも、イエスは未体験な人が多くて、力が入ったり、いろいろいい経験にもなったのかなと思っています。来期の課題の中で、クライマックスでもそうでしたが、どういう1、2番を組んでいくのか、イエさんが3連投しましたが、リリーフの厚みをどう増していくか等々あるんじゃないかなと思っています。選手の皆様、三浦監督を含めたコーチの方々、タッフやア方の方、ウィスターズファンの皆様、今シーズンお疲れ様でした。 昨年最下位っていうところからに、一番はコロナもあったりいろいろありましたが、今日まで応援できて楽しかったです。歴は優勝しましょう。今後はシーズンですね。今月はドラフトもありますし、来季への課題だったり展望だったり、一ファンとしていろいろまた考えていけたらなぁと思っています。<laughs> FA も今年はどの選手がまあ宣言するかわからないんですけど、いろいろ言われてる選手たちが FA をした場合参加するのかどうか、そういうとこも楽しみです。 以ズの振り返り動画とかいろいろあげたいなと思っています。ドラフトもあるので、ドラフト動画も上げる予定ではいます。よかったら見てください。今回はこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。